にちは、和田芳美です。今日は人参の飾り切りで、お花を作っていきます。で、お花って言っても今日はもう一番簡単なお花を作ります。で、花びらが 4枚なので、まあ、作りやすい一番もう本当に初歩的なお花ですね。で、花びらが5枚のなんかこんな感じのお花は難しいんですよ。難しいというか、何が難しいかっていうと、5等分に切るのが難しいんですよね。こうなんでしょう、五角形にするのが難しかったりするので、まあちょっと慣れてきてからの方がいいんですけど、最初は本当に花びら4枚のこんな感じのお花だと、まあ、すごく簡単に作れます。で、使っていくのはあと人参、大体まあ今日は3枚ぐらい作ろうかなと思ってるので、何センチ、2センチぐらいの厚みかなを用意してます。で、4枚かな、まず切っていくんですけど、最初に4つ切れ目を入れます。で、この人参よく見たらこの内側に丸いのがある、ありますよね。で、この内側の丸にがある程度の目安になるので覚えておいてください。で、まず4等分にこう切れ目を入れていきます。で、切れ目を入れるときにこうやってこう切ってもいいんですけど、これって結構なんですか、切れ方がこっちの切れ方とあとこっちの切れ方とこっちか違うんですよね。この丸い線に沿ってここはこのまんま切れ目を入れたからいいんですけど、裏側は思ってたよりも結構内側に切れ目が入っちゃったりするので、この切り方よりも手に持ってこう切れ目を後ろと見て、最初4方向に切れ目を入れました。この丸を中心に、こう上下横っていう感じで切れ目を入れました。で、あとはお花っぽくしていくんですけど、これ切るときはちょっと切り方変えますけど、目安としてはこうこの真ん中のに沿ってちょっと花びらっぽく取ってあげる。で、反対も、でもこういう切り方したあと裏が汚くなっちゃうので、今は分かりやすくこんな感じで切ってます。で、これですね。で、反対も。で、まず4つ切れ目を入れるとこんな感じになります。で、あとはこの角を取ってあげます。なんとなく、あ、お花の形っぽいかなと思いながら、ちょっと形変なところはあとちょっと微調整して削ってあげてください。これってなんとなくお花っぽく見える。大体形ができたので、あとはスライスします。できました。このあと、まあ、
いろんな料理に人参って使えるんですけど、一つ大事なポイントがあって、人参って硬いので、いろんな料理に、このまま入れてもいいんですけど、こう茹でるのに時間がかかるので、最初電子レンジでこう、1分ぐらい加熱してから料理に入れる方とかも多いかと思うんですが、結構この飾り切りをした状態で電子レンジに入れちゃうと、なんかすっごい形が崩れちゃうんですよね。せっかく飾り切りして綺麗になったのに、なんかこのまんまに調理時間を短くしようと思って電子レンジに入れたりすると、結構なんかシュワーってなっちゃうので、ちょっとだけ加熱したいなっていう部分時であっても、こうやって綺麗に飾り切りしてあげたんであれば、こう茹でて、面倒でもこのぐらいの量でもちょっと鍋でさっと茹でてからお料理に使ってあげるといいと思います。ではまたお会いしましょう。さようなら。